もうフィルター真っ黒です。はい、それでは2008年から2010年あたりの縦目2等の690デュークのね、燃料タンクを取り外したいと思います。で、その取り外しの前にまずですね、養生の方をしておいてください。で、こちらね、フレーム左側のこの部分ね、この部分に養生テープ貼っておいてください。まあ、燃料タンク取り外し時にね、この燃料ホースの金属部分がここ擦れてね、傷入ってる車両結構多いので、この部分はね、養生しておいてください。あともう一箇所、燃料タンクね、前方のこの部分ですね、この車両もまあちょっと傷入ってますけど、取り外す際はこのね、トップブリッジのこの角の部分とよくね、接触して傷入ってる車両多いです。ですので、この燃料タンクの前側かトップブリッジの方にね、養生のテープをしっかりしておいてください。この2箇所ですね、養生テープが必要な箇所としました。で、燃料タンクの取り外しですが、メインシートをね、取り外していただいて、で、メインシートを取り外すと、こちらね、六角ボルトがありますので、六角ボルトを取り外します。で、このボルトを取り外しましたら、車体左側ね、こちらにワンタッチの接続の燃料ホースのカプラーありますので、これをね、この部分を押さえるとワンタッチで外れます。で、気をつけていただきたいのが、ここにね、燃料の圧力がかかってますので、こう外しますとね、ピュッとガソリンが飛び出してきますので、そのね、飛び出しに注意していただくのと、あとね、垂れるとエンジンケースにね、シミになってしまいますので、こういったね、ウエスト等でこう押さえて取り外した方がよろしいかと思います。で、もう一箇所ね、燃料ホースにつきましては、こちらね、車体右側にも同じカプラーがね、ありますので、こちらもワンタッチで外れます。で、こちら外す際にも、こうね、ウエスをこう引いていただくかね、当てていただくと、こう燃料がね、出てきますので、燃料でエンジンケースとかね、汚れることがありませんので、まあ、ウエスをね、用意して外してください。で、そうしますとね、燃料タンクは浮かせますので、燃料タンクを浮かしますと、ちょうどね、燃料タンクのこの右側あたりにカプラが1箇所と、で、この左側のね、前の部分に、カプラがね、配線とカプラがあると思いますので、その2箇所ね、カプラを取り外すと燃料タンクの方が取り外せます。こう、燃料タンクのコックですが、こちらね、ネジ式のものが左右に装備されていますが、このワンタッチカプラー、こう分離すると自動的にね、栓がされて燃料が漏れてこない構造になっています。ですからね、まあどうしても心配な方はこちらをね、ねじ込んでコックをオフにしてもよろしいかと思いますが、今度ね、取り付けた場合、これを開き忘れるとね、ガス欠になってしまいますので、このコックを閉めた際は、ホースを接続した時にね、開けることを忘れないようにしてください。で、左側に接続されている燃料ホースはこれですのでね、こちらに引き出しておきます。こちらですね。で、この接続部もゴミが入らないように、まあ、専用の、ね、キャップがありますが、ない場合はこういったね、ビニールをかぶせてゴミ入らないようにしておいてください。で、配線のカプラの取り外しですが、こうね、燃料タンクをずらしまして、こちらね、右側に1箇所と左側にこの配線に
接続されたものが1箇所ありますので、このね2点を取り外します。でこの辺りもねハンドルパイプと接触することもありますので、まあ、気をつけて取り外してください。もしね心配でしたらこちらにもね養生してください。燃料ポンプ取り外しのためにねガソリン抜いていますが、結構始動時からもう1時間ぐらいね置いてますが、ほっかほかのガソリンが出てきています。ですのでね、ガソリンっていうのはもう冷たいだけじゃなくて、結構ね熱を持ったりすることもあります、条件によっては。で燃料ポンプの場所ですが、燃料タンク右側のこちらね下側に 8mm のボルト4本で止まっています。この8ミリのボルト4本取り外すのと、あとねこちらにも窓があるので、こちらもね、8ミリのボルト4本取り外して、中にね燃料ホースが巡らしてあるので、それで取り外しにね、ちょっと必要ですので、こちらもボルト4本取り外します。そうしますとこのようにね、燃料ポンプへ接続されているホースが出てきます。でこの部分のねジョイントから燃料ポンプと切り離します。こちらでレギュレーターになりますが、レギュレーター部分とね、燃料ポンプを切り離します。このカプラーもね、取り外しの専用工具がありますが、ない場合はね、このまあ、よく観察していただくと分かりますが、この爪でね引っ掛けてありますので、この爪をね壊さないように起こしてやれば、このホースを引き抜くことができます。このようにね引き抜くことができます。で同じようにねこちらのホースも取り外します。このようにレギュレーターが取り外しできました。で次ね燃料ポンプを取り外します。こちらですね、もうフィルター真っ黒です。このように燃料ポンプ取り外しできます。ちょっとね新品のフィルターと比べてみましょうか。このフィルターでこちらが取り外したね、燃料フィルターで、こちらが新品の純正のね燃料フィルターになりますね。色がこれだけ違いますね。で燃料フィルターねこのような状態ですので、まあ、燃料ポンプ修理する際はフィルターもね一緒に交換した方がいいと思います。まあ、このようにね純正でも手に入りますし、ね、社外品のものでしたらこのフィルターがねセットになっているものもあったりします。でこちらがね燃料ポンプの本体になって、こちらがね燃料タンク外側から見えていた部分になります。この部分がね燃料タンクの中に入っていた箇所ですよね。ちょっと開けてみましょうか。こんな感じでモーターねこの部分にあります。でこの部分のねモーターを交換するか、もしくはねこのアッセンで純正品6枚出して新品交換するかはもうお客様の選択になりますので、で、今回はねこの部分社外品に交換したいと思います。でこちらのフィルターに関してはね純正品を使用したいと思います。ポンプはフィルターパッキン類交換終わりましたので、タンクの方に戻したいと思います。
でフィルターのね口の方からちょっと拭いて口で拭いてみましたら汚れの方がね外に出てきました。下から燃料ポンプを差し込んでこちらからねホースと配線を引き出します。でレギュレーター側とね、元のように接続します。でこのカプラーもねちゃんとロックされていることを確認してください。このようにシルバーの爪がねちゃんと差し込み側に引っかかっていることを確認してください。でなかなか引っかからない場合はね、この爪が奥に入っている場合がありますのでこうやって、ね、起こしてあまり強くすると折れますので、軽くねこう爪の方を表に出すと入りやすいです。このようにね爪を出して今度はしっかりロックできました。ね、ちゃんと爪が引っかかっていることを確認してください。ではねあとレギュレーターとポンプを元に戻します。じゃあポンプの交換終わりましたので車体にね燃料タンクを取り付けたいと思います。タンクの取り付けはね取り外しの逆手順になります。ここのね接続カプラーのオーリング純正部品では出ていませんが、まあ、適宜ね交換してください。スイッチオン、作動音もちゃんとしています。はい、このモデルのね持病でもあります燃料ポンプの交換終わりました。でフィルターの方もね見ていただいたようにあれだけ汚れてましたので、まあ他の車両もね分解しますと結構ねあれぐらい汚れてますので、まあたまにはねフィルターも点検したりですとか交換した方がいいかもしれません。であと注意点ですけどね、そういったフィルターや燃料ポンプ交換した際に、まあ、交換後にね車両に取り付ける際ですとか、こうフィルホースをつなぐ際ですとか、あとねキーをオンにしますと加圧しますのでね、燃料の方がキュインとね加圧しますので、まあ始動前にねそういった作業で燃料の漏れのないことを確認しながら作業の方をね進めていってください。ね、燃料漏れがありますともう車両火災に結びつきますので非常に危険ですのでね、まあ、そういった燃料漏れがないことはもう作業の順でずっとねあの漏れがないことを確認しつつ作業をね進めていってください。であと燃料ポンプ本体ですがこちらね社外品で結構いろんな種類出てますので、でまたねそのポンプで取り付け方法がね異なったりするのもありますので、今回はねちょっと燃料ポンプ本体の交換は割愛させていただいてますがね、ちょっと分解とかに自信のない方はもうね KTM の純正でこうアッセンブリーでね接続するだけのものが出てますので、そちらを交換することをねお勧めします。ということで簡単ですがこの KTM690 デューク旧モデルですがこちらのね燃料ポンプの交換でした。ご視聴ありがとうございました。